ひしめき庵ということでね、バカ開けてみましょう。うわあ、じゃじゃん、あれはなかなかっすよ。現状私なんだよね。現状はね、あんま豪華だとさ、いきましょう、いきましょう。美味しそうです。どうだろう、そう、いただきます。豪華なのね。いただきます。いただきます。いただきますじゃないですか。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとやってね。今日はもう今後ずっとやっていきます。もうご飯があったかい。ご飯があったかい。お肉はね、ちょっとグレードは下がってます、正直。結構通なんで。なんか柔らかい。あの肉自体は美味しいです。本当？あ、部位が違った。おいしい。場所ね、場所が違って美味しい、美味しい。うん、美味しい。なにこれ、あれ近江牛でしょ、これ。うん、美味しい、美味しい。いやこれをね、洞窟さんにおごってもらえるとは。エヴァンリーガーしかすごい。エヴァンリーガーの脳天認知が見れて、ヤクマンフルトが見れて、ね、さらにお弁当まで。お弁当まで、本当ですよ。見てろよ。ねえ、たくさん。ねえ、美味しいですもん、ご飯が。そうっすよね。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさまって言っとけよ、ほら。ごちそうさまです。ごちそうさまする。第15回、沖縄魚拓の麻雀ロワイヤルリターンズ5回戦の始まりです。さあ、ここまでタクさんが3連勝プラス133ポイントとぶっちぎりでございます。そしてプロ2人が大苦戦。さあ、この5回戦はどうなるんでしょうか。選手の皆さんに意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは小さなワックスプロ。はい、よろしくお願いします。美味しいお弁当だったんですけど ね、もう全員分払うのはちょっと尺なんで、みんな美味しそうに食べてたんで。美味しかったです。ごちそうさまです。頑張ります。ただあの沖さんとさんも、まあ、10ポイント。そうですね、ね、うん、まあここから午後ということで。そうですね、はい、もうそろそろ目が覚めた。もう午後だ。もう午後ですから。次からもう言い訳聞かないですよ。そうですね、はい、そうです。よろしくお願いします。はい、頑張ります、はい、そしてなんちゃが3連勝のタクさん。はい、よろしくお願いします。お願いします。2位の魚拓さんとも100ポイント以上の差をつけてね。そうですね、いやでも後半も分かんないんでね、ひっくり返されることもあるんで。いや、分かります、もうタクさん優勝です。あ、本当ですか。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてシャーチャのマッスルさん。はい、マッスルです。マッスル。今失敗したな。マッスル峠でしょ。みんなが使うのでちょっとなんか悔しいなと思う。これ消耗させるパターン。消耗せない。マッスルさんはでも最初3着からの2着2着でね、堅実な感じで、はい、今まあプラマイゼロ付近なので、はい、まあ、ここで優勝を目指すならやっぱたくさんをラスにして、まあ、自分がトップ取れるのが一番理想なので。できねえだろマッスル。いやいやいや、狙えちゃいますよ。パワハラスナイパーなんで。はい、頑張りたいと思います。する。セーフということでね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてペンちゃんの魚拓さんです。2着でマッスル。ダメすぎませんか。ちょっとここまでトータルポイントがプラス 26.5 ですからね。はい、まだなんとなくフラフラっといって、まあ、何も分かんないんで、はい、だってプロ2人がこのままのわけはないんで。まあそうですよね。とか食らいついてしがみついていこうと思います。ところで、はい、この5回戦このメンバー構成ですと、はい、なんかやりそうなのが魚拓さんしかいないんですけど。あれなんですよ、ワクさんにいろいろ質問しようと、はい、あ、なるほど。ここはこの場は、はい、ファッションヘルスワクツなんですよ。何のプレイが可能かをあのマッスルさんが確認したよ。うちやってないっていうせいから。そう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 、言われますね。丁寧だねって。何が、丁寧とかあんの。やっぱ綺麗にしっかりとじっくり。あのアイスだったわな。
そうですね。年もじゃないですか、木村さん。やってないですかね、うち。うちにもやってないですからね。すみません。それもやってないですか。それもやってないです。やってない、うち売ってないもんばっかりなんで、売ってないです。何言ってんだろう、聞けよ。何言ってんの。じゃあ、全部聞けよ。そう、プレイ内容聞けよ。気になりますよ。基本プレイから聞いて、はい、どのオプションかのかをこれ根掘り葉掘り聞いていきましょう。ダメでしょ。はい、じゃあそれはぼちぼち楽しみにしておりますね。はい、それでは5回戦闘杯のスタートです。お願いします。お願いします。そして実況席に青木さんにお越しいただきました。はい、こんにちは。リラックスしてます。リラックスしておりますが、青木さんが現在マイナス 74.3 ポイント。今日ダメっすね。なかなかね、はい、まあでもお弁当はない気がしてるんですよね。ほう、それは手がいいんすもん。はい、確かに俺がダメなだけなんで手は悪くないんで、こういう日はねビリにはなりづらい。そのビリ候補がワクツか、あるいはマッスルさんなるか。マッスルさん落ちてくると思うんだよな。うん、この対局次第ですね。そうですね。はい、トイン局ドラガーローワンです。ワクツさん肩ん肩肩こうか。一年中言われてんな。マッスルも肩だよ。はい。さあ、しかしワクツの手はいいですね今回。いいですね。あ、トンアンコったたくさん。なんちゃのたくさんがトンアンコ。マッスルさんもまとまってきましたな。悪くないですね。たくさんこうなるとちょっと見劣りしますね。ちょっとだけ見劣りした。あら、うわ。マイナスだと。これはただ小さを引き入れれば嬉しいですか。さあ、トン。カウンはまだ。ない。はい。いや、たくさんね一緒に打ってて思いますけども、卒がないっす。そうですね、うん、もう超打ち慣れてます。かっこいいな。結構しかも硬いですよね。硬いっす、硬いっす、ね、全然ほんと硬いっす。まだ関心ない。あ、もうスルー。トンのアンカンが入ります。シンドラがリャンピン。まあちょっとリーチに行くにはまだかかりそうですが、スルさんはローワン、たくさんはまだほぐしていってなんとか間に合うかどうか、うん、いや、やっぱ圧倒的にワクツさんですね。いいですね。仕事とかで打ってます、打つんですけど。リャンウマンとか引いてテンパイ入った時にどう構えるかですけどね。どんだけカットしたいの。いろんなものをカットして。さあ、この場合、あ、シャンポンの闇点。一旦シャンポン闇点。ロッ、7700。親でした。7700をマッスルさんから今ありました ね、 そうですね。まあ、逆にあの形になってもう闇リーチかけにくいし、うん、 ね、それがちょうどいい、あのタイミングで。なんでかカンちゃんにしないでも決めてたんですかね。なんかノータイムでしたね。ノータイムのシャンポンでしたね、うん、今ね。多分両面変化を考えた場合は、うん、カンチストに受けて、まあ、パーソー引き、うん、輸送引きみたいな、ね、まあ、あと短期の変化も含めたら、はい、カンちゃんに取りそうなんですけど、うん、なんかあったんですね、うん。さあ、その枠つがレンチャンとか手。悪くない、はい。そしてこちらたくさんドラがペイですよね。はい、たくさんにも1枚。いや、今回はワクツが抜けていさそうな。そうですね。はい、チートイツ含み。お、しかしたくさん赤ウピンを引き入れた。キムさんがちょっとやっぱ見劣りするな。うん、うわあ。たくさんのツボが悪くないですね。3面ツできました。はい、初参考。あら、ツモがみんな効いてる。効いてる、効いてる。言ってますよね。はい。お、2アンコ。これやばくないですか。さあ、ドラのペイが出た。急走はまだ生きて、あ、生きていない。生きてないっすね。3アンコまではちょっと難しそうですが。お、あら、白短期でテンパイ。ここは闇点。変化待ち。
んな手いいな。今回はねいいですね。いやでもあのね前回第4戦は、はい、もうほんとみんなツモがあエチコでノベタに変わったところでリーチをかけました。 Q1 おっと魚拓さんがすぐ掴む。あーこれすあーこの一発だ。あらーリーチ一発リーチ一発ここに一発です。ちょっと意外な街だったかもしれないね。そうですね。さあリーチ一発赤、5には5の上がりとなりました。さあスワン引いてか。そうなんですよ。それは切りますね。うん、それは切ります、ね。イースワンでまあ確定イペコの形があるイーシャンテン。うん、この2局トップ目になりましたたくさんの親番です。あ今のでもうまくりですか。5には5、5ではい。これもね、塩タンクで打つのかなと思ったんですけど ね、 そうですよね。僕多分それで打っちゃうかな。まあよくてあのノベタンぐらいの形ですからね。ユースワンコああいうの見ると、まあ、しっかりしてるというかその、うん、あまりリスク取りたくの、うん、そうですね形を作ってあそうなんですよ。マッスルが今何泣いたんですか。風灰ですね。夜会の難を損しましたね。本一へ向かっていきそうな、構えです。嘘の統一落としに行ってましたからね。おいプラが Q1 なるほど。マクツの手に9万はありますが今ちょっとポンおこれはシャーもポン来た。さあ魚拓さんも赤が2枚となりました、うんお、そしてあんこが2つ目ドイツも2組はありますよ。さあ、あんこのイーシャンテンひゃー派手な捨て牌そうですね。さあ、自牌を切っていく魚拓さん。マックスはちょっとこの曲は前に出づらいか、うん、もうウーピン受け残さないってことは3個まっしぐらみたいな ね今ね酸素が余ってるんですか。あいいとこ引きました。いいとこ引いたな。ただまだ関数腕と土腕という、うん、そうですね、はい、ネックを引いてもまだネックがある、うん、一応いいシャンテンこっちはこれピンズくっつけたいですね。そうですね、うん、トーンはあ1枚マッスル君が持ってるのか。3ワンウーマンがなかなかおチューンがあんこになりました。これでスーピのくっつきにもいけますか。一旦3ワンを切ってもありますよね。ただリャーマンスーマンの引きもあるからやっぱスーピーこれ難しいですね。上がりに取れそうなピンズなんですよね、うん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 、ただやっぱりリャーマン引きとかも考えればマンズでテンパイするパイが多い、ね、多いですもんね。だからマンズの本一っぽいのか。そうなんですよ。マッスルさんの仕掛けがマンズマッシュグラという。今のうちにね切っときたいのありますよ ね、うん、すねマンズは。あそうっすね確かにね。これで4連携は残すでしょう。一応数万裏にならないですもんね、うん、3万切ったとしても。ただイーソ切ってるのがちょっとネックか。そうっすね。ただここはおあでもこれ結果的に良かったかもしれないですね。リャンソーもあんこで持たれてるし、はあはあ、チーソーも伸びが少ないってことだ、うん、たくさんは酸素を なぜか引っ張ってる感じなんです ね、 っすね。ここで3個は見切って両面両面。さあこのチョイスはどう出るか。恨めた自慢のテンパイが入ってたところですが、はいっていうか誰も喋んないんですけど。そうなんですよね。あのでもお店の話はどうなったんですかね。ヘルスなんとかっつってそんな失礼な話ねえぞおいバカお前バカ A1 リーガーだぞあ金山さあテンパった。ここは闇店、うん、あこの電話がどん出ました。チュンドラドラなんですか。
コーン2の上がりになりました、ね、これ和屈大臣今日ついてないっすそうですね、はい、さあこの3曲親はマッスルさんです。まあ、勝負を面白くするんならまあキムさんにトップ取ってほしいじゃあ欲しいですけど、これだってキムさんがもしトップ取んなかったら最悪全員キムさん以外赤っていう可能性も今4連勝になりますしね。なくはない。お、具沢さん早くも動いた。おなんを、なんちゃのなんですね。白といっていいピンです。これピンの本一も狙えそうですけど、そうですね。マッスル肩だから、はい、肩というか手配をもう少し左にしてください。はい。これ。ガチで怒ってるよ。あれじゃな、心が固まっちゃうよな、緊張してな、あんな言われたじゃな。固まりマッスル。だろ？固まりマッスル。座布団1枚今の。そう今の良かったらしい。す固まりマッスル。マッスルさんは普段のその撮影の時とかでも言ってるんですか、マッスル。いや、わかんないですね。マジで俺超初対面なんで、商品少ない。名前は聞いたことあったんですけど、はいはいはい、ポン、なんだこいつって思ってた。マッスル、マッスル峠ってなんだと思ってマジで変な人だなって。俺本当若いライターさん知らないんですよ。一個一個聞いてけ。舐めるのはダメなんですよ。まあ、そんなうまい、いきなりそれまずいって。そうですね。もう手に握るのさ、聞いてみる。どっから聞きましょう。だ、手握るとか、手握るのはあれなんですか。手を握るのは大丈夫でしょうか。手を握るのは OK です。ワクツイーシャンテン、まあ、いやですけど寒いシャンテン基本コース入ってますけど、まあまあ、なるほどです。キスはマッスルいいじゃん。あ、キムさんはこっちか。唇が濡れなきゃ OK です。あ、なるほどです。どういう意味ですか、唇が濡れる。べちょべちょのキスはダメってことですか。唇が濡れると拭きたくなるじゃないですか。もう拭いたら悪いじゃないですか。どうしたらいいんですか。じゃあ顔が濡れるなんてさ、持ってのほうかですか。そうですね。抜いたらだって拭きたくなるじゃん。これアキラやばいな。だからまあ軽いキスは軽く、ここはスッと入ればいいんですけどね、ローソを引いて。さあ、しかしこれで魚拓さんもイーシャンテン、役々本一一丁のイーシャンテンになりました。そもそもキスって必要です。キスは大事です。大事です。愛情表現です。そうです、ね、それなんで大事。愛情表現。僕それ、うん、キスが一番好きです。どういうキス。べちょべちょになるような。だろ一番好き。そうだったんだ。ディープキスです。そう、あ、ハチソから言った。まあまあちょっとそこは。B1 もちもちなんですよね。吹きたくなっちゃって。吹きたくなっちゃう。なんか。でも吹かれたら嫌でしょ。嫌ですね。嫌でしょ。そう。だから。萎えます。だからそのこと。うん、じゃあそこはもうすいません。基礎はじゃあ。僕は禁止です。来た。ちゃんと広くなった。乳首舐めじゃん。乳首舐め気になりますね。聞いてみ。なんで超小声なんですか。何でもいいんですけど。すごい大声じゃないですか。どうします。トイトイまでいきますか。いちごちゃんを舐めるのは禁止ですか。もうほぼ禁止に近いです。禁止だそうです。マジかよ。もう禁止。うちの店キスはできない、乳首舐めはできないです。じゃあ何ができるんだって話ですよ。脇舐め。脇なめ、脇なめ、脇なめはもっとダメじゃないですか。何番組なの。わかりました。あら、テンパネしてる。テンパネ。センサー。300オール。はい。700ワット。チュンドライチ。これ並んだでしょ。並びましたね。完全に。むしろ。いやもうもマスル君の方が。阿久津がラスに落ちましたよ。はい、ですよね。まあビサですけど。はい、本3曲1本場です。フラワーペ。さあマッスーさんのハイパイ全部捨ててから
よっこいしょっと。おお、こうですね。こいつが多いけど、顔面もある。うん。おっと、ドタクさんがドラドラ。イシャンテンですね。イシャンテンした、今。はい。あら。ドラカリャンワンかチーワンで転敗です。サイのスーピーを残す。でマンズが奇数の牌を引けば天牌という感じですね、はい、いやーこマッスル君だなこの曲。うん、そういう気がしてならない。脇舐めはダメですか？舐めたい、舐めたいですか？むしろそうでもないでしょ。僕、舐めたい欲、比較的強いです。強いですか？どうするんですか、臭かったら。それもな、めでてあげるっていうことだよな。そうですか。それはそれで僕、興奮しちゃいますね。バクさん。じゃあ、そこまで言うならありで。あ、手をつないで脇を舐める。今のところそういうコースになりますね。はい、あ、よかった。さあ、カンチーワン。C1 は2枚、そしてタクさんが1枚1枚、山一ですね。そうですね、ワックスはちょっと縦寄りの手配で C1、統一の C1 を切るかどうか。おっと、これ数アンコまでありますよ。算数ですか、まず全部無数字だから、もう、はい、いくよね。いやいや、これ縦の方があるんじゃないですかね。全然ありますね。全然あります。高層も1枚、地層2枚ですよ。あれこれ全然ありますよ、ね、今シリーズ2発目。これどんどん下に降りてそのまあまあいいよ、後ろだよ後ろ。今小声ですごいこと言いましたね。小声がそうじゃなくて人気今これ考えてるんですよ。です、ね、酸素が通ったからですか。逆にそのやる方はどうなのかなって。あ、なめ、ま、陶芸だから、なめ、ね、陶芸何やってんの。あ、赤だから握手して脇舐めて。でも中筋だから老僧の方が怖くないですか。むしろあれあれまさかの引き戻しのミラクルプレーですかこれ。需要あるで3個で上がったりして赤赤でアヌスの方は。あ、赤でどうなんですか。白赤でも赤赤って赤わざわざ放送されない、ね、用語を選んで使うんですか。あれ土地層引けないんでしょこれ。そうですけどね、赤馬打てるのかどうかという、はい、打つでしょう。ちょっとダメですか。あれあれそっちからそっちからこれ。いや用語あります。今これあれ今打ちましたね。今打ったさっきは赤だから打ちしたくなかったですかね。綺麗に舐め上げますよ。丁寧ですからね。なはい、じゃあマッスルはそこまで言うなら。あ、じゃあいいです。ってなったらもう、うまいですよね。じゃあ基本全部いけますね。たっくんすっげえ考えてる。俺に聞かれてるんだろ。基本全部感激を、OK、ですかこの会話の最中に上がる、うん、最中にそうそうそうスッと上がるの。うわー降りたー。前の方も大丈夫でしょうか。どっちの方。前の方前の方はね NG です。前はダメだそうです。 NG です。脇と離れないか。じゃあ攻守交代しましょう。はい、チリトイツで粘ろうとしてるとか。どうでしょうね。もうあんまり形的にもう無理っすよ。キスはダメですよ。キスはダメ、うん、じゃあ俺の乳首は舐めないけど舐めてもらえるのかって話ですね。ああ舐めないけど確かにそれは気になりますね。どういう気も男性の、はい、男性じゃん。俺のマッスルのマッスルの乳首を舐めることは可能でしょうか。それ可能ですね。おそれ可能ですね。じゃあ公式交代しかない、まあ、乳首乳首はいけますね。次どこ行ってもらいたいとこいいね。次は脇ですね。脇はいかがでしょうか。脇はちょっと なんだろう。お風呂入ったらいいかな。ああもちろん入ります。もちろんそこは綺麗に。超絶風呂入った後とかだったら
それはそれで需要があるなら OK かな。じゃあ需要ないでしょ。で、下降りてきます、うん、どう言ってほしいですか。息子です。いきなりですか。いやもう僕はそこで息子で。あもうそれはどうですか。それ当店取り扱ってないんですよ。当店、ね、取り扱ってないんですよ。売ってない。なるほどです、うん、売ってない。触るのも扱ってないですね。触ってほしいですか。そうでもなくないですか。え、じゃあその状態で挿入するんですか。うん、特に特にいらないです。その前置きが。あ、前置きが。じゃあペッペッみたいな。それでそうです。、うん、手詰まり。いや、うまく筋、はい。さあ、チーマン、あとチーマンまだ1枚あるんですけどね。最低になりますから。バッチンあるよ。 ありますね、これ。まだありますよね。バッチンあるよ。さあ、ここでなければ。いやー、15分の1、これ。俺、これで積もったら。入って。あるんだよ。これで積もったら見えねえよ。え、戻るの戻るの。もしかして積もったら戻るもしかして。いいっすか。いいっすか。1枚生きてます。いいっすか。1枚生きてます。これで俺が積もったら挿入ありなんですよね。挿入は即挿入ですよね。即挿入。残念残念だな。一人転売。これで魚拓さんが一応取ってきました。本当に積もっちゃったらどうするんですか。これで親番ですね、魚拓さんが。ほう、これがチーピンです。普通は一メンツ赤入りでありました。ぼちぼち。めちゃくちゃタクはすごくいい、これ軽いですよね。マッスルさんももう2面通完成。キムさんは関数層を引いてしまったけど、まあでも良くなりましたね、うん、相当。いやいや今回ワクチン以外がまた、もうテンパイだ、もうテンパイだ。ポンテン2巡目ポンテン。スチーソドラは1枚あるんですかね。チーピンですね。ドラはない。ドラないですね。ないが1000は1600。積もれば逆転。逆転。積もれば逆転。マッスルさんか枠つからだと100点たたらない感じですね。直撃はもちろん OK ですもんね。直撃 OK です。しかし魚拓さんテンパイ入った。リーチ。さあさあ面白くなってきた。これで、たくさんはもう何でも OK です。そうですね。あれ、ああやめるんだ。もう打ってラスがありますからね。はい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 。おやりか。ちょっと待って、これ一発で俺が積もったらですか。ら挿入しますよ俺。あ、これなかなかが勝てな。本当に。で、サクさんはもう2着でもいいってことですよね。まあ厳しいです。ゲタクさんとトッププラスになるぐらいだったら、うん、全然いいってことですね。今マスオさんもちょっとまだ感じて月、うん、月のイーシャンテン。あ、全然しないですよ。手が進んだら危ない。あっと、復活関数層。そういえば山ぐらい行きます。だって現物安全牌がね、そうですよね。数ピンぐらいでしょ。なかなかパーマンも、あ、パーマン、はい、あ、追いついた。きた。マッスルさんが、サブローソーですね。ローソーは2人に当たり。ダブルありですよね。ダブルあります。たくさんはまあこのローソー出る形じゃないですけど、ああもう任せましたね。任した。ああ急走。あ、これで魚拓さんの上がり。リーチ、ピンフ、ドライチ。コッパーは6位。はい。助かった。これで続行してもいいんですけど。まあしないでしょう。そうですね。ゆたくさん、はい、続行されますか。終わります。はい、了解です。そりゃそうっすよ。そりゃそうっす。あ、これも
はい、ということで第5回戦が終了となりました。トップを取ったのは逆転、ギョタクさんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、いろいろ喋りながらもきっちり最後はいやでも負けに等しいですね、これは。え、負けに等しい。いや、挿入チャンス2回逃しました。あー、背景の G マンとみんなの積もれよって楽しいですよ。なぜかトップ取ったりしょんぼりしてますけど。いや、これフェイクです。めっちゃ嬉しがってます。今の顔で分かりました。いや、4連勝されたらまずかったんでですね。確かに、はい、はい、はい、そして2着はタクさん。はい、ここは堅実に一歩を引きましたね。そうですね、もう、焦ってシャー泣いた時点でちょっと失敗しましたね。いやいや、2巡目スチーソーテンパイ両面でもういいじゃないですか。よかったですか。はい、全然問題ないと思います。あ、もうそしたら大丈夫です。はい、はい、まあ、負けました。積もればね、逆転ですしね。積も直なんで、ね、全く問題ないと思います。やっぱりでもリーチに、おやりに突っ込むとラスまであるからっていうことを守ったんですよ、ね。そうですね、ですよね。はい、いや、こういう人から点数削るの大変です、ね。もう大変です、素晴らしいです。はい、おめでとうございます。そして3着はワックスプロ。はい、77のスタートから5252と、ね、え、あらら、おごりたいのかな私。お金余ってんのかな。今も魚拓さんのリーチに一発で牛層持ってきちゃうし。そうね、でも今は、うん、あれでした、あの低層守れたんで。ああ、よかったですよね。あれ G1 1枚生きてて、はい、老朽層ももちろんいっぱいいたんで、はい、2回危なかった。2回危機があったんですね。はい、低層の危機がありました。低層の危機が、はいはい、だ先っぽぐらい生えてたってことです。うるせえよ。はしたないんだよ。まあこれでちょっと、まあマイナスもちょっと大きくなってしまったんですけど、まあこれで半分なんで、はい、5からの巻き返しをお願いします。そして、4着のマッスルさん。はい、最後は挑んだんですがダメでしたね、最後は。その前にあの、はい、スツモスのイーシャンテンがあったじゃないですか、はい、白あんこの時。はい、だからあれ結構あれ勝負しようかなと思ったんですけど、はいはい、ちょっとピヨってやめちゃいました。なるほど、なるほど。すごいピヨり方だったよね。びっくりするぐらいだって。で、ね、あの中筋のウーピン切れなかったもんね。ウーピン赤だったからですよね、あれね。そうです。それでちょっと持っちゃったので、そこが失敗かなと。そうっすよね、思います。失敗ですよね、ちょっとね。失敗です。ちょっと腕の D をね、早く C に上げたいんで。そうですね、トップ取ったら C に上がりますんで、はい、頑張って、はい、頑張ってください。 C になります。スルー、はい、スルーしちゃった。すいません。はい、というわけで、5回戦トップ取ったギョタクさんでした。おめでとうございます。お疲れ様でした。そうですね、なんか勝ち組を見るようなこのツーショット、はい、A1 と C2 だぞ。あんまダメだよ。ワクツ抱きたいってやつが俺らも何人か正直いっぱいいますよ。ほんとにじゃあガチですよ。慣れないんだな。ワクツぐらい見せるね。あ、俺が女だったらなわけね。じゃあ見してみろよ。え、正直いるんだと思って。お願いします。告白する時も、あデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ